皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日は初めてのスラップベースということで、まあタイトルの通り今までスラップベースをやったことがない方に向けて、まあスラップのこの基礎的なことをお話しさせていただきながら一緒に練習してスラップベースを習得していこうじゃねえか、うわーいっていう感じの動画でございます。以前もね、同じテーマでアップロードしたことがあるんですけれども、まあご存知の方も何人かちらほらいらっしゃるかと思うんですが、めちゃめちゃ古いんでね、画質とか音質とかも悪いからちょっくら、リメイクをしてみようかなと思った次第でございます。初心者の方、スラップベースをやったことがない方、ぜひ一緒に習得をしていきましょう。もしくはその皆さんの中にスラップベース少しかじったって方もいらっしゃると思うんですよ。違う動画、教則本とかで雑誌とかでちょっとチャレンジしたんだけれども、なんかやってみたけども練習してみたけども、私にはよくわからなかったなみたいな感じで諦めてしまった人、挫折してしまった人いると思うんですよ。そんな方もですね、ぜひ一緒に練習してスラップベース、習得をして楽しんでいければなと思いますので、頑張ってついてきてくださいませ。うわーい。とりあえず動画を4本に分けようかと思うんですが、そのそれぞれのこの4本の動画をしっかり練習して理解して、ね、バチコバチコバチコって頑張ってやっていただくと、コツコツ積み重ねていただくと、こんな感じの、普通のスラップって感じの音が、鳴らせるようになります。フレーズが弾くようになります。ちょっとやってみますね。こんな感じ、ワン、ツー、あ、しまった。こんな感じのね、そのサンピングとかプルとかそのゴーストノートとかを組み合わせたフレーズができるようになるはずでございますので、頑張って練習していきましょうということです。とりあえずこの1本目の動画ではサンピングという動作を練習して、2本目の動画ではこのプルという動作を練習します。で、3つ目の動画で、そのサムとプルを使った実践的なフレーズを練習して、4本目の動画では最終的なこの左手のゴーストノートっていうものを、習得していこうかなと思います。このサンピングとプルと、ゴーストノート、この3つができるようになればね、世の中に存在するスラップフレーズの8割9割はできるようになるので、ぜひ覚えておいた方がお得かなと思いますので、頑張って練習していきましょう。そんな感じでございます。はい、では早速ベースを用意していただいて、まずサンピングの動作からこの動画では練習していこうかなと思います。親指でこの弦をペペペペッと弾いていくんですけれども、この動画、1本目の動画では2つの課題フレーズがあります。その1つ目の課題フレーズはこんな、ワン、ツー、スリー、フォー。2つ目はこんな。感じのフレーズです。今のをパッと見て、ああ多分できるなとかね、すぐにこうバーって真似できちゃった人は、この1本目の動画は特に見る必要ないかと思いますので、次の方に進んでみてくださいませ。ちょっといろいろ確認したいことがあるなという方、ぜひ一緒に練習していきましょう。まずこのサンピング、親指でこの弦をバチコバチコと弾いていくんですけれども、まず予弦、この一番太い弦をこんな感じでベーンベーンって鳴らす練習からスタートしてみましょう。親指がこの手首を使ってこう振り抜くわけなんですけれども、見てください、親指がこの3弦に止まってるんです。3弦、3弦、ここです。4弦をよいしょーっていくんじゃなくて、3弦に親指を持っていこうとしたら4弦に指がかすっちゃったみたいなイメージです。ゆっくりやるとこういうこと、この3、ここに行こうとしたんです、ここに行こうとしたんです。ここからこういう感じでベーンっつって、こんなイメージ、3弦に行こうとしたんだけども、途中で4弦に突っかかっちゃった、引っかかっちゃったみたいな感じで鳴らすと、こんなベン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 って、いい音が鳴るかなと思います。これです。で、スラップの醍醐味としては、この弦をこのフレットという金属のパーツにこうバチコンと叩きつけて音を出す、この破裂音っていうんですかね、この歯切れのようにこうやってバチコーンって感じの音、これが醍醐味なので、柔らかすぎてこんな感じで指弾きっぽくなっちゃったりしないように気をつけましょう。バーンと、振り抜くんです。いくつかポイントがあるので、ちょっと、一緒に練習していきましょう。まずポイント1としてはね、角度です。指の角度、親指がこの弦に対して平行からこう逆向き、
つまりこのグッドって感じのこの指が上向きですね、上向きになるように配置することがまず第一ポイントって感じです。これが下向きになってしまうとこのね振り抜くのはすごい難しくなってしまうので、できればそのグッドみたいな感じで親指を立てて、でこの3弦にこの当ててあげるような感じでスラップしていくと良いかなと思います。でこう見た時にその親指がこのある程度この弦に沿わせる感じで、構えましょう。極端にもあるけどこういうこと、こんな感じの状態だとその、ね、スラップショーとしてもなかなかうまくこの、ね、弾けなかったりとか、その安定して音を出せなかったりとかするんで、この角度に関しては結構ですね、手首のこの腕の開き、この角度に関しては結構弦と平行目で良いかと思います。これポイント1、角度に気をつけろ。でポイント2としては手首を使おうということ。手首すごい極端に悪くやるとこういうのは NG です。これは OK。 何が違うかと申しますと、このね悪い例だとね、この肘からねこの持てっちゃうんですよ。これね結構ねいらっしゃると思います。こう手首がこのガッチリ固定されちゃって、腕と肘でこの3ピンをしようとしてしまう人、こうじゃなくてこの手首の回転を使って肘はこのままでこんな感じです。ちょうどこのうちわを仰ぐ時の動作みたいな感じですね。うまい具合にこうバチコバチコとなるかなと思います。なかなかこうね安定して音を出すのが難しいんですけれども、なんかながら練習とかでも構いませんので、これだけひたすら繰り返しやっていただけると良いかなと思います。で予言、一番太い音に慣れてきたならば、次は3弦の音サンピングしていきましょう。3弦の音、こんな感じです。で3弦の時はもちろん同じような感じで、2弦に親指を持っていくんだけれども、2弦に親指を持ってくるんだけども、その途中で間違えてこの3弦に当たっちゃったみたいな、そんなノリです。3弦に当たってしまった、よいしょ。2弦に親指を持っていこうと思ったんだけども、3弦をかすっちゃったみたいな感じでサンピングをしていきます。で手首の回転と親指の角度気をつけて何回も何回も繰り返し練習してみましょう。でその次は2弦です。こんな動き、で最後1弦。1弦はこの下にその寄りかかる弦がないんで、本当もう振り抜く感じですね。順番にいきましょう。まず4弦、そして3弦、2弦、1弦、もう一回いきましょう。4弦、3弦、2弦、1弦、こんな感じです。でうまくいかない方結構いらっしゃるかと思うんですけれども、まずこのね狙った弦にいかないっていうパターンはですね、本当もこれ、ね、単純に慣れです。何回も繰り返してその精度を高めていきましょう。あえてポイントを言うとするならば、その動きがバラバラになっているのが原因なんで、その手首を開く角度とかその腕の位置とか、こういったものをその安定させる意識を持って、何回も何回も、繰り返しましょう。そしてこの同じ動きを何回も何回も繰り返すことが大事です。で動きがブレると、その何て言うのかな、その動きが大きくなってきて、その動きがブレてしまうと、その弦に対してこの親指がどう当たるかっていうのがブレてしまうんですよ。イメージとしてはね、このねちょっと膨らみというか、この先っぽのこの関節あるじゃないですか。この側面をこの弦にこうぶつけていくようなイメージなんですけども、動きがこの大きかったりとかばらつきあったりとかすると、ある時はこの辺当たるけども、ある時は先っちょの方、ある時はすげえ根元からみたいな感じで、弦に対してこの指がどこにぶつかるか、逆か、弦の親指 の, そのどこの部分が弦にぶつかっているかっていうのが、そのバラバラてしまうんですよ。そこを安定させるっていうのがまず一つのポイントになってくるかなと思います。同じ動きを何回も繰り返して、もう100回サンピングしたら100回同じ音が鳴る、100回同じ動きができるので、そんな感じで目指していただけると良いかなと思います。こんな感じでございます。ほい、でこれができるようになってきたら、予言だけを使って課題フレーズ1を弾いてみましょう。予言の5フレットラをまず1回弾きます。で1回弾いたら、この押さえてる指をすぐ離してスタッカート、音を短めにしてあげます。
で、ベッといったらその次もう一回弾くんですけども、その次のベは伸ばします。ベッベーとこですね。ベッベーです。ベッベー、ペッパー、ペッパー、何がし、ペッパー。で、これを1ベッベーとします。1ベッベー、予言の5フレットで5ベッベーかな、5ベッベーします。1、2、3、4、5と、結構やってみると難しいかと思います。このね、左手の指をね、このね、離すタイミングがすごく大事です。ちょっと僕の左手見せてください。こんな感じ。ベッベー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 。この1ベ、そのスタッカートするときだけその指を離すんですよ。こんな感じで。で、伸ばすときはずっと指を、押さえっぱなしというか応弦しっぱなし。この離すタイミングに気をつけてください。ベッベー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 。で、この5フレットで、5ベッベーしたならば、2フレットで1ベッベー、3フレットで1ベッベー、4フレットで1ベッベーしていきます。これを組み合わせると、ワン、ツー、シー、フォー、こんな感じになります。ベッベー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 。これがまあその課題フレーズ1って感じですね。ちょっと頑張って練習をしてみてください。で、課題フレーズ2はそのサンピングをそのいろんな弦でやっていきたいので、ちょっとこの弦移動を含めるフレーズにチャレンジしてみます。この1小節。ここだけひたすら繰り返してみましょう。まず中指で4弦の2フレット弾きます。で、人差し指で2弦の2フレットに行って、小指で2弦の4フレット。このファミファって感じ。ファミファンファミファン。で、その次5弦じゃねえや。3弦の2、4、2、4。で、2、4といったら2弦の2、白身と。もう一度。ファミファン。そして3弦のシドで、2弦の2フレットでミーと。ゴカゲゴグカ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 ゴ。こんな感じです。ポバビポブビ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 ポ。こんなフレーズを、ちょっと2つ目の課題フレーズをさせていただこうかなと思います。うまくできないとね、その何て言うんだろう、その狙った場所にね、そのサンピングできないという問題が出てくると思うんですよ。狙った場所にサンピングできなくて狙った音が出ないと。でもそうじゃなくて、その理想としては それぞれの弦をその的確にサンピングして、しっかりはっきりはっきり音を出すと。こんな感じでちょっとこの早めのテンポで弾いても、それぞれの弦の音がはっきりこうバーンとベー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 と。みたいな感じでこう何を弾いてるのか分かんないようにならないように気をつけてみてくださいませ。この2つがこの1本目のサンピングにおける課題フレーズということでございます。うまくできなかったらね、その何回も何回も巻き戻しをして、僕と一緒に練習をしてみてくださいませ。これがうまくできるようになってきたら、次の動画に進んでいっていただいて、次はプルという動作を練習していこうかなと思います。目安としてはね、そうだな、本当に初めてスラップするっていう人がこれにチャレンジすると、少なくとも2時間くらいはかかると思います。なんで今ね、ちょっと10分ぐらいこうバーって練習したと思うんですけれども、その10分ぐらいで、ああできねえわ、俺には才能ねえわみたいな感じで、ぜひ諦めずに、すごい上手い人だったら30分ぐらいできちゃうかもしれないんだけども、まあ頑張ってもやっぱり2時間3時間まあ長ければね、その1日2日3日ぐらいかかるかなっていう感じなので、まああまり焦らずに、気長に練習していただきますと幸いでございます。それでは、このサンピングでございました。もう一回おさらいをすると、まず角度に気をつけてください。鏡を見ながら練習してみましょう。気がついたらね、こういう風にこうだんだん親指が下向きになってしまっている人結構いると思うんで、常に上向きに
そしてこの角度は弦と平行に、親指を立てない、弦と平行にいくと。でポイント2つ目、手首をしっかり使う。腕からこういう風にスラップしない。これね、速くならないんですよ。速いフレーズをしたときにすげえ困っちゃうんです。なんで、このでっかくいくんじゃなくて、手首を使って小さくコンパクトに、効率よく、小エネルギーで、スラップするように、ここがけましょう。で、2つ目のフレーズ。これが難しければ、手元を見ずにサンピングし続けるという練習をしてみてください。手元を見ずに、一切見ずに、4弦はここ。3弦はここ。2弦はここ。1弦はここ。で、さっき途中で言ってたそのね、動きに無駄なく、あんまり大きくしすぎてしまうと、なんか違うところが当たっちゃったりとか、違う回転になっちゃったりとかするんで、小さくコンパクトに、そして100回やったら100回同じ動きができるように集中して、同じ動きを繰り返すように気をつけていただくと、どんどん上手くなってくるかなと思います。あとはもうひたすら気合でコツコツと、根気よく練習していただければ、幸いでございます。それができる頃に、またですね、2本目の動画に進んでいただければ幸いでございます。それでは初めてのスラップベース第1回目の1本目の動画はサンピングでございました。頑張って練習してみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。